こんにちは、岩下雄平です。今日はですね、コンビニでついに見つけましたこちらのお菓子を紹介したいと思います。ベビースターラーメン超濃厚豚骨無鉄砲。ベビースターラーメンがですね、ついに、ラーメン味、なんか変な感じなんですけども、を発売します。なんとコラボレーション先は無鉄砲、京都に本店があるんですけども、僕たちもですね、何回か行ったことがありまして、もうとっても濃厚で美味しいラーメン、ベビースターラーメンで一体どのようになってるんでしょうか。楽しみです。こちらがですね、無鉄砲の豚骨ラーメン、良質な国内産豚骨と水のみで作ったコラーゲンたっぷりのスープが特徴です。それではいただきます。お、なるほどといった味です。いや、これは表現するの難しいな。豚骨ラーメン の独特の香りが、しっかりとあります。味はですね、超濃厚と書いてるだけあって、かなり濃いです。味は濃いんですけども、醤油豚骨の濃さですね、でもこう甘みがですね、しっかりあって、どんどん食べていきます。正直、どの辺が、無鉄砲なのかと聞かれると、ちょっと香り以外、そこまで分かんないんですけども、ただですね、これはこれでもうめっちゃ美味しいです。やっぱこうラーメンってこうスープが重要じゃないですか。そのスープのこの水分、水分がないベビースターラーメンにこう凝縮するのは、やっぱり難しかったんじゃないかと思います。ただ本当にこれ美味しい。ベビースターラーメン超濃厚豚骨無鉄砲は星4つです。いや、これはですね、美味しかった。どの辺が無鉄砲かと言われると、ちょっとはてなな部分もあるんですけども、それをですね、超えるぐらい美味しかったです。濃い味が好きな方、ラーメン好きな方、ぜひ試してみてください。それではまた。ライブ情報、アルバム購入ページ、ラジオの出演情報は下の説明欄よりぜひチェックしてください。